コクシェタウは、カザフスタン北部のアクモラ州にある都市で、同州の州都である。人口は125,225人。ソ連統治下は、コクシェタフと呼ばれたが、1993年に、解消された。首都のアスタナから北西へ1 2 4 5トル。大自然とプラバイリゾートなどの観光地で知られる。コパコという湖に発展した。 1824年に要塞として建設された。地名はカザフ語で緑の山を意味する国ェタウの丘にちなみ名付けられた。1868年にこの地方のウェズドの中心になった。1930年代の内務人民委員部によるポーランド作戦と国内のドイツ人粛清によって、この地域には多くのクレシ人が強制移住させられた。このため、 コクチェタフはカザフスタンにおけるポーランド人ディアスポラの根城となった。1944年3月16日にコクチェタフ州が創設されてから同州の都であり続けている。食品加工などの蛍光業が軸で低品質の小麦などを産する。北には均衡がある。 ここから4 3 0トルほどの駅バストスまで電圧1 0 0 0イト級の送電線が通じている。空港からアルマトイやペトロパブルに便がある。鉄道網が国の南部やロシアに伸びている。ありがとうございます。